ハレルヤハレルヤハレルヤ、9バージョン9バージョンって9バージョン、ニコ生が9バージョンになりました。びっくりしましたね、9バージョンね。9バージョン、私関係ない。全然関係ないですよ、もうね。もう、私と関係ないと思うんですが。はい。まあ、嬉しいんだか嬉しくないんだか分かりませんが。テク9バージョンですね。ハレルヤ、アメン、アメン、ハレルヤ、アメン。お元気でしょうか、皆さん。関係があると言ってください。知らないです。はい、ハレルヤ、台風が近づいている。台風21号かな、台風。第3、ハレルヤ、アメン。今日も元気ですね。嬉しい限りです。アメン。イエス様の時代が来ました。イエス様の時代が来ました。もうすぐリバイバルです。もうすぐリバイバルです。イエス様の時代が来ました。アメン。皆さん、本当にですね、近づいています。もう本当に、このリバイバルに近づいています。神の国に近づいていきますね。リバイバルを毎日乗っています。イエス様は、言われました、ね。時が近づいた。あ、じゃないや。神の国が近づいた。神の国が近づいた、ね。神の国が近づいた。皆さん、神の国は近づいているのです。神の国は近づいたのです。悔い改めて福音を信じましょう。悔い改めて福音を信じましょう。神の国が近づいています。神の国が近づいています。アメン。アメン。そういうわけで、ぜひ皆さん、神の国は近づいています。多くの人は失望しているかもしれません。多くの人が未来が見えないかもしれません。多くの人は、どうしたらいいか分からないかもしれません。いつもさっちもいかないような状況かもしれません。しかし、私たちは希望があるのです。私たちには神様の約束があるのです。神様の言葉があるのです。私たちは、その、将来がですね、明るいのです。イエス・キリストを信じる人の将来は明るいのです。未来は明るいのです。希望があるのです。イエス・キリストを持たない人たちは、絶望です。失望です。将来が真っ黒すけなのです。皆さんの将来は明るいですか？暗いですか？皆さんの将来は明るいですか？暗いですか？もし暗いならば、それは希望がないということです。暗いなら希望がない。しかし、私たちは明るいのです。希望があるのです。希望があるのです。イエス・キリストを持っている者は希望があるのです。彼こそ希望です。神の光で照らされています。アメン。イエス・キリストは光です。彼こそ永遠の希望です。イエス・キリストが永遠の希望と書いてあります。イエス・キリストを信じる兄弟姉妹の皆さん、私たちは希望があるのです。希望があるのです。希望があるのです。皆さん、喜びましょう。喜びましょう。そして、その、希望をしっかり、ですね、希望で生きるのです。希望で生きるのです。状況は悪くても大丈夫なのです。状況に振り回されないでください。状況は、良くなったり悪くなったりいろいろあります。私たちは状況によって歩むのではありません。変わらない希望で生きるのです。変わらない御言葉で生きるのです。永遠に変わらない真理のうちで歩むのです。ぜひ皆さん、イエス・キリストの言葉、イエス・キリストの約束でいきましょう。アメン。アメン。一
一喜一憂するような言い方ではなくてですね、いつも安定した、いつも平安のうちに、いつも喜びの中で生きることができるのです。聖書の教えでとても大事な教えの一つは、いつも喜びなさいです。いつも喜びなさい。ですから皆さん、ぜひ、いつも喜びましょう。いつも喜びましょう。なぜ喜ぶんですか？いいことがあったから喜ぶんじゃないですよ。なぜ私たちが喜ばなきゃいけないかというと、永遠の希望があるからですね。永遠の約束があるから。神の愛は変わらないのです。神の約束は変わらないのです。私たちの希望はなくならないのです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて歩むということは、もう本当に喜んでいい生き方なんだということですね。今日本はいろんな意味で行き詰まっていますが、でもこの日本が行き詰まっているには意味があります。イエス様は日本に希望を与えたいから、イエス様は日本に希望を与えたいから、すべてのものをこう、なんて言うんでしょうかね、失望させているのです。すべてのものを、すべてのものを失望させているのは、その神様が本当の希望を与えたいためなのです。本当の希望をして、知らせたいから、だから今日本は行き詰まっているのです。むしろかえって今日本が行き詰まっていることは、日本が救われるために必要なことなのです。日本が行き詰まっているのは、そのどうすればいいのかということ、その希望を、多くの人が探しているかもしれませんが、その、希望はイエス・キリストしかないんだ、イエス・キリストしかないんだということの中で、多くの人はそのイエス・キリストを見つけるように神様が導いているのです。ですからニコ玉の人たちは幸いです。ニコ玉の人たちはこの伝道放送でですね、その希望を持つことができるからです。希望を持つことができるからです。ぜひ皆さん、これからますます世の中は、この混沌としていくでしょう。いろんなものが崩壊していくでしょう。希望だったものが、この希望がないものになっていくでしょう。信頼していたものがなくなっていく時代でしょう。何もかもですね、信頼できないものになっていく。あらゆる権威が失墜していく。あらゆるその偶像がなくなっていく時代なのです。そして本当に信頼できるものだけが、信頼できるものだけが残っていく時代なのです。ですから皆さん、もうすでに皆さんがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストの言葉をにしっかり、心を持っているならば、イエス・キリストのしっかり希望を持つならば、皆さんはこれからの時代、生き残ることができるのです。生き残りができるのです。皆さんが生き残っていくためには、決して失望しないものを信じる必要があるのです。決して失望しないもの、それはイエス・キリストだけなのです。イエス・キリストだけなのです。イエス・キリストだけが決して失望させられることがないと書いてあります。ですから、皆さんぜひ、真理を知って、真理を知って、確かな方だけを信頼しましょう。はい、それではですね、今日のタイトルいきましょうかね。今日のタイトルは、あなたは迫害されていますかということですね。あなたは迫害されていますか。ちょっとね、微妙な質問です。基本的にはクリスチャンが迫害されるという、皆さん分かりますよね。私なんか悪コメで迫害されてると思いませんか。もうネットでですね、こうキューちゃんボックスとやるとですね、ものすごい誹謗中傷のですねサイトばっかりですよ。もう偽物のホームページとかですね、偽物の、ブログとかですね、偽物の写真ばっかりで、まあまさにですね、迫害だらけという感じですが、まあ、その伝道すれば伝道するほど、まあ、迫害されるというのが、これはキリスト教の、まあ、伝統といったら変ですが、
クリスチャンは迫害されると言ってもいいかもしれませんね。そうですね、ちょっとまあクリスチャンだけじゃなくてノンクリスチャンの方も含めて、あ、自分は迫害されてると思ってる人が1、いや迫害なんかされてないよっていう人が2ですね。まあどんな理由であろうと迫害されてる人が1、迫害されてない人が2ということでいきましょうかね。皆さんどのくらいの人が迫害されているか、あなたは迫害されていますかという質問ですね。1が迫害されているということです。いきます。1、2の3、ああ半分、 49%、 49% 結構半分の人が迫害されている。わお、結構多いですね。学校に行っただけで迫害されたよ。集団ストーカーを受けています、助けてください。わあかわいさ、会社から迫害されている。いやー結構多いですね。会社でも迫害される、学校でも迫害される、家でも迫害される。一体どこに行ったらいいんでしょうか。皆さんこの世には居場所がないです。もう迫害されたくありません。就職できないので迫害されていますね。皆さんもう本当にですね、世の中もう迫害だらけですね。迫害だらけですよ麻生さん。家でも学校でも迫害されている。そうですね、はい。それでですね、結局迫害とは何かということですが、まあ、結局サタンは人間を迫害しているということですよね。妻からいじめられている。サタンは結局ですね、人間を迫害している。これ原則ですね、原則。だから、この世は生きにくいというか、居づらいというか、楽しくないというか、そんな感じですね。そうですね、この世はいじめ社会、ね、特に日本はですね、日本はいい国ではあるけれども、このいじめという、いじめ社会っていう目からするとやっぱりちょっといじめが多い国だと思いますね。なぜ日本はこんないい国なのにいじめがあるのか不思議ですが、大人のいじめが一番怖い。そのいじめから解放される方法ですね、それはやはりですね、神の国にこの入るということですよね。神の国に入る、それはですね、安全地帯に入るという感じでしょうかね。私よく言うんです、この世は危険地帯、この世は危険地帯、この世は、この世は危ない。私たちは安全地帯に入らなきゃいけませんね。安全地帯、その安全地帯というのが神の国ですね。神の国で、その神の国とは何かというと、それが、油注ぎのある、ここ大事ですよ、油注ぎのある、クリスチャンのうちと言いましょうか、油注ぎのあるクリスチャンのうち、これがですね、安全地帯ですね。で、この世は危険地帯ですね。この世は危険地帯、悪魔がですね、食い潰すべきものを求めて歩き回っていると書いてあります。多くの人は悪魔に食い潰されているということですね。悪魔に食い潰されている。ですから私たちは、この世に居場所がないんですね。居場所がなくて、私たちはやはりですね、安全地帯に行かなければなりません。それでですね、その迫害があるというのは、悪魔が人間を迫害しているということですが、特にクリスチャンは迫害されます。なぜクリスチャンが迫害されるかというと、要するに悪魔にとってクリスチャンは敵だからですね。なぜ、そのクリスチャンが敵かというと、
あのノンクリスチャンはですね、もうやられてますから悪魔にとって怖くないですね。ノンクリスチャンは自分の奴隷みたいなものですから、ノンクリスチャンは怖くない。だけど悪魔にとってはですね、油注ぎのあるクリスチャンは敵なんです。なぜかというと、油注ぎのあるクリスチャンが伝道したり、油注ぎのあるクリスチャンが祈ったりすると、悪魔にダメージを与えることができるのです。この伝道部屋で、私がですね、あの伝道しているということは、悪魔にダメージがあるんですね。悪魔にこうパンチを悪魔にパンチを打ってるようなものなんです。ですから悪魔は、非常にそれを嫌がって、迫害してくるわけですね。どうやって迫害するかというと、未信者を通して、悪コメを通して迫害してきます。そしてネットで、誹謗中傷をしたり、偽物のホームページとか偽物のブログで、サタンは迫害してくるんですね。またイエス様を信じた人たちに、この嘘を言ってつまずかせたりしていく、人間対人間ではないんですよ皆さん、アメン。弱いクリスチャンにつまずきを与えようとしてくるんですね。弱いクリスチャンに、嘘を言ってですね、つまずかせて、まあ、そういう形で悪魔が、悪魔がですね、迫害してくるわけです。日本で江戸時代ですね、江戸時代たくさんのクリスチャンが殺されました。もう本当にですね、イエス・キリストを信じているということだけで何万何十万という人がですね、迫害されて殺されました。まあこれはですね、すごい迫害ですね。日本というのはそういうすごい迫害になった国です。で、まあ、世界中で迫害があります。でキリスト教の歴史、この2000年の歴史はですね、まあ、迫害の歴史と言ってもいいです。しかしですね、この迫害というのは、これから話しますが意味があります。中国でも今リバイバルが起きてきましたけども、ね、中国はもちろん共産主義でしたので、キリスト教ご法度だったんですね。で中国では、クリスチャンがやっぱり迫害されてました、ね、ずっと迫害された。ところが中国では迫害されればされるほど、人が救われて、迫害されればされるほどリバイバルが起きたというのが、これが中国なんですね。まあ、ローマ帝国の、その時もそうだったと思うんですね。ローマ帝国最初はキリスト教禁令だったんですが、この迫害すればするほど、クリスチャンが増えて、最後にはもうローマ帝国がキリスト教国になってしまったわけです。で、日本がですね、江戸時代にこう迫害があって、まあ、それの迫害によってリバイバル起きたと思うんですが、しかしどういうわけか日本の場合はその迫害があってもリバイバルにならないで、広がらないで、かえってクリスチャンがいなくなってしまったという、ケースなので、ちょっとそこのとこは、迫害によってリバイバルが起きなかったわけですが、しかし何かそれは神様の特別の理由があるような気がします。その江戸時代にリバイバルが起きなくても、これから起きるのです。日本はこれからリバイバルが起きるのです。そしてその日本のリバイバルの理由の一つは、江戸時代のキリスタン迫害が原因ではないかと。江戸時代のキリスタン迫害のその力が、その時の祈りが、その時の殉教が、これからの日本のリバイバルの、理由になるんではないかと思いますので、皆さん、そういうわけで日本にリバイバルが起きてもいいんだ、起きるべきだと考えませんか。とにかく迫害というのは、この伝道の力になるんだ、迫害というのはリバイバルの力になるんだという一つの原則を考えましょう。
そういうわけで、私がニコ生でこの迫害されても、ネットで迫害されても、むしろ私は喜びますね。こんばんは、キューちゃん喜びます。迫害されても喜びます。誹謗中傷されても喜びます。イエスキリストが述べ伝えられるならば、イエスキリストが述べ伝えられるなら、迫害を喜びます。試練を喜びます。イエス様の名前が述べ伝えられるならば、福音が伝えられるならば、一人でも救われるならば、苦しむ価値が十分にあるのです。苦しむ価値が十分にあるのです。ですから兄弟姉妹の皆さん、苦しみにあってたとしても、がっかりしないで喜んでください。ちょうどそれにあったような、あの御言葉があるので、ちょっと、紹介しましょう。第2コリント4の第2コリント4の6がいいかな、どっからいいかな、5からいいかな、はい、第2コリント4の5。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒れますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びています。それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たちは生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。今日のポイントはですね、今日のポイントは10節のとこに、イエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。どういうことかというとですね、どういうことかと言いますと、アメン。イエス様は命です。イエス様は命です。イエス様は命です。アメン、アメン。ですね、十字架を見てください。十字架をね、十字架を見てください。十字架はイエス・キリストが傷ついて血を流している姿ですね。イエス・キリストが、その傷ついて血を流しています。つまりどういうことかというと、イエス様が迫害されている姿、イエス様が迫害されている姿が十字架ですが、イエス様が傷ついて血が流れています。血が流れています。その血によって私たちが清められて救われるわけですが、イエス様の迫害によって、イエス様の迫害によって神の命が現れているのです。血が流されることによって、血が流されることによって、イエス様の体が傷ついてイエス様の体が傷ついて、神の命が表されているのです。十字架の血は神の命なのです。それはイエス様の体が傷ついて、イエス様の
体が死に渡されることによって、イエス様の体が死に渡されることによって命が表されているのです。十字架はまさに迫害されていて、神の命が表されていると言ってもいいでしょう。それが十字架の意味なんです。それが十字架の意味なんです。そして同じようにクリスチャンが迫害されるのも、クリスチャンが迫害されるのも、さっきこの第二コリントに書いてあるように、イエスの命が私たちの身において明らかに示されるためなのです。イエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかにされるためなのです。私たちクリスチャンが迫害されるのは、私たちクリスチャンが迫害されるのは、私たちの中からイエス・キリストの命が表されるためなんです。私たちも自分たちの十字架において、私たちが迫害され、私たちが苦しめられるときに、私たちはイエス・キリストの命が私たちから明らかに示されるためなのです。どういうことですか。それは迫害の中に私たちの信仰が表されるということですね。初代教会の人たちも迫害に遭いました。アメン。つまりクリスチャンはこの悪魔がその支配している世の中の中において、イエス・キリストが苦しめられたように、私たちも苦しみに遭います。クリスチャンも迫害されます。しかしイエス様が血を流されたように、私たちのその迫害の中でイエス・キリストの命が表されるのです。イエス・キリストの命が表されるのです。ですから兄弟姉妹の皆さん、試練の時は喜びましょう。試練の時は喜びましょう。迫害されても喜びましょう。迫害されても喜びましょう。そこに神の栄光が現れるのです。そこに神の栄光が現れるのです。私たちはイエス・キリストの名によって苦しむことを喜びましょう。イエス・キリストの皆によって苦しむことを喜ぶのです。それは尊いことなのです。私たちはイエス・キリストのゆえに苦しみを受けることにふさわしいものとして、私たちは喜ぶべきです。アメン、アメン。日本はまだまだその迫害が弱いかもしれません。イスラム教の国とか共産主義の国からすれば、まだまだ迫害は、弱いでしょう。牧師が殺されるとか、牧師がですね逮捕されるということは日本ではほとんど今はありません。まあ、これからは分かりませんよ。これから日本の政治が悪くなってですね、牧師が逮捕されたり、殺されるような時代が来るかもしれません。たとえ来たとしても、私たちはイエス・キリストを述べ伝えます。イエス・キリストを述べ伝えます。殺されても、逮捕されても、イエス・キリストを述べ伝えます。それがクリスチャンの使命です。それが私たちの神様に対する従順です。それが私たちが本当に神様を告白なのです。あ、クルーズさんこんばんは。クルーズさんこんばんは。そういうわけで兄弟姉妹の皆さん、喜びましょう。迫害を恐れてはいけません。迫害を喜ぶのです。誹謗中傷を言われても、私たちが悪口雑言言われても、それは、悪魔が私たちを苦しめているということです。悪魔が私たちを苦しめているということですね。そして私たちは、迫害の時こそチャンスなんだ。迫害の時こそ伝道できるんだ。迫害の時こそ神の力が与えられるんだ。油注ぎが与えられるんだ。迫害の時に油注ぎがあるんだ。神様が共にいるんだ。迫害の時こそイエス様が共にいるんだということで喜びましょう。イエス様が命です。
それでは英語いきましょうかね。英語いきます。これからもイエス様をあがめていきます。今日はマルコ4章の24かな。With the measure you use, it will be measured to you, and even more. With the measure you use, it will be measured to you, and even more. これはですね、あなたが使う測りによってあなたも測られる、またそれ以上だということですね。あなたが使う測りによってあなたも測られそれ以上だという、どういうことかというと、あなたが、よくすれば、よくされるということですね。あなたが、親切じゃなきゃ親切にされないという、要するに自分がするようにされるという、またそれ以上だということですね。だから誰かに優しくすればもっともっと優しくされる、誰かに与えればもっともっと与えられる、誰かを愛すればもっともっと愛されるというね、非常に分かりやすい命令ですね。あなたの測る通りにそのようにされる、あなたの測るようにそのようにされるということですね。これは非常に分かりやすい命令ですね。意地悪な人は意地悪される、迫害する人は迫害される、人を愛する人は愛される、憐れみ深い者は憐れみを受ける、意地悪な人は意地悪される。分かりやすいですよね。イエス様の教えは非常に分かりやすい。ということはどういうことですか？ということは結局人に優しくしましょうということですね。人に優しくしましょう、そうすれば優しくされる、憐れみを持てば憐れみを受けるというね。ですから皆さん、誰に対しても善を行いましょう。誰に対しても悪意を持ってはいけません。誰に対しても善意を持ち善を行いましょう。誰に対しても良い行いをしましょう。アメン。そしてすればするほどされるのです。すればするほどされるのです。皆さんが良い行いをすればするほど愛されるのです。皆さんが良い行いをすればするほど良くされるのです。皆さん、他の人に良くされたいですか？他の人に愛されたいですか？そうすれば皆さんが愛すればいいのです。皆さん愛すればいいのです。皆さんが良くすれば良くされるのです。良くすれば良くされます。アメン。ダンスですか？あれ礼拝中ですよ。礼拝中ね。それではですね、迫害された、迫害された証、迫害されたけど祝福された証、迫害されたけど伝道できた証、迫害証スタート、迫害証スタート。キューちゃん放送、友達に紹介したら迫害されましたが負けません。キューちゃん放送で王国会館をやめました。ハレルヤ。迫害したものが迫害されることが分かりました。職場で迫害されてますが許しました。11年ニートで迫害されてますがこの放送で救われました。いじめは良くないことが分かりました。サマーさん、毎日迫害されてますが救われました。友達が神社に行って僕だけ参拝しませんでした。歯が痛くなったけど祈ったら1時間後収まった。毎日迫害されています。
サタンの企業に迫害されました。迫害なんてイエス様の愛が何も怖くありません。迫害恐怖症が治りました。キューバジョンを通してリバイバルが起きてます。家族に、迫害されてますが家族を許します。この家族でこの放送を見てハッピーハッピーです。僕の放送でも迫害がありましたが、会社で迫害されてますが心は穏やかです。迫害してしまいました。辛いです。もうしないようにしましょう。悔い改めて迫害をやめましょう。カルト認定して迫害してくるサタンに負けないでほしいです。アメン。この放送を見て迫害なんかどうでもよくなりました。アメン。迫害されてもこの放送を広めます。アメン。迫害したら地獄行きですか。クリスチャン迫害したら地獄行きです。僕の放送で明かしタイムしていいですか。もちろんしていいですよ。もちろんしていいですよ。どんどんしてください。迫害された後祝福が来ました。アメン。キューちゃん迫害に負けないで。アメン。迫害こそ真のパワーだと分かった。アメン。迫害こそ伝道の始まりです。キューちゃんの放送を見て髪の毛が増えてきました。アメン。迫害より迫愛ですね。迫愛されてる瞬間がとても幸せでした。僕の放送でキューちゃん牧師についてお話ししています。イエス様さえいれば迫愛されても大丈夫です。迫害されればされるほどイエスの愛が深まりました。キューちゃんのおかげでハレルヤが口癖になりました。ハレルヤ。一人でも救われるなら迫害は喜びです。天国に迫害がないか今から心配です。天国には迫害はありません。地獄は迫害だらけです。この放送を見ているみんなに祝福がありますように。イエス様がついているので迫害は怖くありません。イエス様がそばにいてくださるので何も怖くない。アメン。これが信仰です。これが信仰です。イエス様がいるなら怖くない。これが信仰です。葬式仏教をやめようと言ったら姉の結婚式に呼ばれなかった。皆さん迫害は、心配しないでください。迫害があっても喜んでください。ニートで世間から迫害されていますが胸を張れるようになりました。アメン。アメン。イスラムをやめました。人間は根底に嘘があります。それが罪ですね。それが罪。信仰とは迫害との戦いですね。アメン。迫害があっても喜んでください。アメン。兄弟姉妹のお祈りを感謝します。生活保護で迫害されましたが勇気が出ました。この放送でタバコと酒を迫害できました。
イスラムの教えが間違いだと分かりました。神様は全てを知っておられます。迫害があっても信仰によって信頼があれば強くなれます。この放送で禁酒が続いています。信仰とはキリスト教だけですか？はい、そうです。エルテル教会に神様の栄光がありますように。プロテスタントですか？はい、プロテスタントです。進化論が嘘だと分かりました。禁酒5年目です。アメン。世間から迫害されるほど自分が正しいのだと思えてきました。11月に LTL に訪問するのが楽しみです。キューちゃんの放送が楽しみになってきました。イエス様、私をお守りください。迫害から人々を救うために喜んで迫害を受けます。その時キューちゃん牧師とお話ができますか？その時いつでもできますよ。スカイプくだされば。 LTL で本当の信仰に出会いました。イエス様の血が流れているので安心しました。あ、リドルさん、今日もあの8時からリレーします。皆さん、8時からリレー放送があります。リドルさん貼っといてください。 URL を貼っといてください。あ、訪問した時話できますよ、もちろん。アーメンってどういう意味ですか？賛成とか同意とか確かとか、そういうような意味ですね。まあ、はい、はいという意味、いいえ、はいのはいですね。大さんやイトルさんとも会えると思いますよ。ハレルヤは主を賛美せよですね。主というのはイエス様ですね。イエス様を賛美しなさい。これがハレルヤですね。シャローム、シャロームは平安がありますようにという挨拶言葉ですね。シャローム。まあ平安があるというのは結局は油注ぎがあるということですね。油注ぎがあれば平安になります。だからシャロームは、平安があります。そう、ハレルが称える、ヤーが神様、ヤーウェという神様ですね。迫害されるたびに油注ぎに酔うようになりました。クリスチャンと握手すると平和を感じます。握手すると油注ぎが流れると思います。アメンは確かという意味です。 LTE は天国に一番近いとこ。お酒をやめたらイエス様に一歩近づけた気がした。アメン。迫害されてもキューちゃん放送で生きる気力は湧きます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。アメン、ありがとうございました。
ありがとうございました。十字架は、神様の愛を表し栄光を表しています。十字架はイエス様がその血を流しているわけです。血を流しているわけですけど、そのイエス様の血が流れるということの中で神の命が現れているのです。神の命がその体が傷つくときに、神の命が現れているんです。キリちゃん牧師はお酒をやめて聖霊で酔うことができるアメンそうですね、お酒で酔うのではなく聖霊で酔います。ですから皆さん、十字架の素晴らしさは、その迫害の中で、迫害の中で、こんばんは、祖母に奉仕して遅刻しました。迫害の中でイエス様の命が現れているのです。十字架というのは迫害の中でイエス様の命が現れているのです。つまり私たちはこの世にあって苦しみに遭いますが、この世にあって、苦しみに遭いますが、しかしそれはその私たちの内から祖母にたくさん祈ってきました恵みが流れています。アメンアメン、素晴らしいですね。私たちの内から、私たちの内からイエス様の命が流れるのです。辛い時はイエス様に助けてって言うんだよおばあちゃん。うん、わお、ハレルヤ、よかったですねリトルさんね。おばあちゃんがうんって言いました。辛い時イエス様に助けてって言うんだよ。うん、おばあちゃんは受け取りました、受け取りました。素晴らしい、素晴らしいですね。アメン。リトルさん、リレー放送8時半からします。8時半からリレー放送します。 URL 貼っといてください。 URL 貼っといてください。アメン、素晴らしい。皆さん、人生とは、人生とは私たちの苦しみからイエス様の命が現れることなのです。神様の恵みを受け取ることは素晴らしいことです。人生というのは私たちの内側から、私たちの内側からイエスの命が明らかに示されるためなのです。人生の意味は、人生の意味は私たちが苦しみに遭うとき、私たちが迫害に遭うとき、私たちの内から神の愛が流れることです。神の命が流れることです。第3の放送している夢を見ました、ハレルヤ。人生の意味は、人生の意味はこの私たちの土の器の中に入っている計り知れない神の力が、計り知れない神の力が私たちの土の器から明らかになることなのです。人生の目的はそこにあるのです。人生の目的は私たちが目的ではなくて、私たちの内側にいらっしゃるイエス様の命が、イエス様の力が、イエス様の光が表されること、表されること、表されることが人生の目的なのです。人生の目的なのです。兄弟姉妹の皆さん、生きる目的分かりましたか？生きる目的分かりましたか？生きるのは私たちが生きるのではありません。私たちの内側で生きるイエス様が生きるのです。私たちが生きるのはキリストです。私たちが死ぬのもキリストです。私たちが生きているのではありません。私たちが生きているのではありません。私たちの内側にいらっしゃる方が生きるのです。キリストが生きるのです。私たちの中でキリストが生きるのです。改革は？はい、聖霊様の油注ぎ最高です。アメン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 、ハレルヤ。私たちの中でキリストが生きるのです。アメン。私たちの
うちからイエス・キリストの命が現れるのです。私たちは自分のために生きているのではありません。自分のために生きているのではなく、イエス・キリストの命が現れるために生きているのです。イエス・キリストの愛が現れるために生きているのです。油注ぎって何ですか？私にもしてほしいです。アメン。信仰を持って聞いてください。信仰を持ってこの放送を聞いてください。そうすれば油注ぎを受けるのです。悔い改めてイエス・キリストを信じれば、この放送を聞いてるだけで油注ぎを受けるのです。油注ぎを受けるのです。人生は楽しいです。イエス様が共にいるから。皆さん、生きる意味が分かったのです。生きる意味、素晴らしい意味があるのです。神の栄光を表すことができる人生、神の命を表すことができる人生、神様の愛を表すことができる人生、これが人生の目的です。これが人生の目的です。歓迎しますよ、もちろん。ストッキングさん、大丈夫大丈夫、歓迎しますから。今日クレジットカードを解約して直金しました。アメンアメン。リトルさん、ストッキングさん、歓迎します。アメン。そういうわけで皆さん、これからもっともっと迫害が強くなるかもしれません。もう本当に命を殺されるような、殺されるような迫害があるかもしれません。でも皆さん、恐れてはいけません。イエス様が共にいます。イエス様が共にいます。恐れてはならない。強くあれ、惜しくあれ、強くあれ、惜しくあれ、私が共にいる、私が共にいる、私が共にいる。私たちは恐れる必要がないのです。恐れる必要がないのです。心配する必要はないのです。強くあれ、惜しくあれ、強くあれ、惜しくあれ、それが、イエス様の教えです。イエス様の教えです。アメン。はい、そういうわけでですね、私はその悪コメぐらい、悪行雑言ぐらいね、ネットの噂ぐらいの迫害で、大した迫害がないかもしれません。しかし、これからも伝道します。これからも伝道します。イエス様を伝道する必要があるのです。まだ日本の 99% の人はまだですね、希望がないのです。まだ生きる意味を見出してないのです。それは悲劇です。それは悲劇です。皆さん、一緒に伝道しませんか？一緒に伝道しませんか？イエス・キリストを信じる兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストを信じている兄弟姉妹の皆さん、一緒に伝道しましょう。一緒に伝道しましょう。悪魔のその力を、断ち切りましょう。日本から悪魔を追い出しましょう。日本から悪霊どもを追い出しましょう。多くの人を解放しましょう。多くの人を解放しましょう。多くの人はまだ、闇の中にいるのです。まだそのサタンの、束縛の中にいるのです。彼らは救われる必要があるのです。彼らは救われる必要があるのです。私たちから、私たちから命が流れて、命が流れて、私たちから、本当に、人々の命が流れるように、会いましょう。それではですね、そうですね、迫害されてもいいから、迫害されてもいいからクリスチャンになりたい。迫害されても神の栄光を表すならば、クリスチャンになって、神様のために生きたい。人々を救う働きをしたい。伝道したい。希望が欲しい、永遠の希望が欲しいという人、アメン、アメンと言ってください。アメン。迫害されても伝道したい、迫害されても生きていきたいという人、アメン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 。素晴らしい。アメン、アメン。素晴らしい、素晴らしい。アメン。
アメン。アメン。アメン。神様は喜ばれています。アメン。アメン。祖母に教会の仕事をすると明かししました。アメン。キューちゃん牧師が好きです。信頼してます。ありがとうございます。お祈りします。天皇と様、日本は江戸時代に、キリシタンが迫害されました。しかし、何万何十万の人たちが迫害されても信仰を捨てない方がたくさんいました。殺されても信仰を捨てませんでした。日本は迫害大国です。迫害大国です。日本が今いじめが多いのはそれと関係があるかもしれません。しかし主よ、それは、悪魔がまだ日本を牛耳っていて、偶像崇拝が多いからだと思います。イエス様、どうぞ日本を憐れんでください。日本を憐れんでください。日本を憐れんでください。日本が本当に、変えられますよ。変えられますよ。悪霊を追い出してください。悪魔を追い出してください。十字架の力によって、イエス様の命によって、イエス様の命によって悪魔を追い出してください。悪霊どもを追い出してください。多くの人を救ってください。多くの人を救ってください。多くの人を救ってください。イエス様、多くの人を救ってください。多くの人を救ってください。悪霊を追い出してください。悪霊を追い出してください。日本から悪霊を追い出してください。ネットの世界から悪霊を追い出してください。人々から悪霊を追い出してください。あなたの力が注がれますように。今アーメンと言った方々の心にイエス様の命が注がれますように。イエス様の愛が注がれますように。あなたの力が注がれますように。もっと注いでください。もっと注いでください。もっと注いでください。イエス様、今アーメンと言った方々にあなたの力が注がれますように。命が注がれますように。愛が注がれますように。満たしてください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 。あなたの愛で満たしてください。あなたの命で満たしてください。十字架から流れたあなたの命です。十字架の命です。イエス様、満たしてください。求めています。求めています。求めています。与えてください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 。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。皆さん受けてますよ。受けてますよ。イエス様の命を受けてますよ。イエス様の力を受けてますよ。イエス様の愛を受けてますよ。皆さんは受けてますよ。受けてます。受けてます。そしてその受けたのですから変わるのです。皆さんは変わるのです。皆さんは本当に、これから生きる意味があるのです。そして皆さん、それは、自分のためではなく、イエス・キリストを証しするためです。イエス・キリストを告白するためです。そして皆さんも迫害に遭うかもしれませんが、その時にさらにイエス様の命が現れます。恐れないでください。強く歩みましょう。私たちは本当の人生を得たのですから。本当の人生を得たのです。恐れないで、イエス様が共にいます。イエス様が共にいます。共に歩みましょう。一緒に伝道しましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。おやすみなさい。ハレルヤ、アメン、アメン。シャローン、シャローン、シャローン、アメン。